モデルルームをご案内いたします。こちらはおとなしい女の子をイメージしてパープルのペンキで壁紙を塗りました。こちらのキッチンにつきましてはパープルとピンク色の色使いで可愛らしく、上段につきましては木目調の壁紙を貼っております。トイレもアレンジしております。花柄の壁紙を使っております。こちらのお部屋は元気いっぱいな女の子をイメージして壁に落書きをしたり、花柄のアクセントカラーの壁紙使っております。楽しい DIY、 皆さんもチャレンジしてください。私たちはここのもともとキッチンと和室だった部屋を一つにまとめて居心地のいいカフェのような空間を DIY しています。もともと金属だった扉をこちらのように木に変えています。壁紙だったところに漆喰を塗り、こちらの押し入れは居心地のいい隠れ家のような空間に仕上げました。